おお。ああ。うわ、真っ赤。ああ。うわー。おお。松尾田道中記。サーカスポイントおじサーカスポイントってあるんですか。いや、もう初耳サーカスポイントサーカスポイントってなんだちょっとズーンってしますよ。大丈夫ですか。大丈夫です。これ何もっていうのもちょっとそれはそれで問題なんですけど、最後ちょっとなんか来たよね。あ、来ました。あー、ちょっと来ますね。ズーン来ます。筋肉が直接掴まれてる感じ。あー、そうですね。その表現をされる方は多いですね。硬くなってる、問題となってる筋肉にもうダイレクトに本当針をグーッと入れていくので、つままれてる感じとか引っ張られてる感じっていう風に表現される方が多いですね。ここは。お、本当だ。あ、いや全然違う。本当だ。整ったんだ。これが本来の力。そうか、そうか。すげえ。どうですか。グニュって感じがします。グニュ。語彙力。グニュ。松尾田道中記。あ、まあまあなの行かれるんですね。でもこれはそんなまあまあでもない、まあまあ、まあまあでもないんですよ。一寸。そうです、これ一寸です。ここは強烈ですよ、パンチョコさん。うわー、はい。あー。あー。響きました。強烈。響きますよね。王子が強烈ですよって、ほんと強烈なんで。そうなんですよ。悪い人は特にいるんで。まあでもね、直すのが仕事なんで。頭回るんだよ。あー。あー。来るやろな、これは。こっちはそうでもないですか。硬いです。そこも硬いですか。こっちで回すって言ったのに、首回してましたよ、ね、ちょっと待ってください。入らなくないですか。入らなくないですか。硬すぎてしまいなかった。入らん。油断してた。鉄の拳。入らん。ちょうどマジそんなことあります。入らない。え？なんか痛くないです。痛くないです。入らないです。針が刺さらない。え？青龍一精神。痛くないです。これで6センチ。硬い。めっちゃ硬いですよ。あ、そう、全体的にめちゃくちゃ悪いです。あ、そうなんですね。フラちゃんパターンです。あ、なるほど。長時間のゲーム。いいことないぜ。台に向かってやることが多いな。だから下向いてる。そうです。動画もスマホで見るようにしてるんですよね。ああ。それ首痛くなりますよね。痛くなります。で、首は結構ボキボキ刺したりとか。あ、自分で。そうです。 あんまり良くないですね。そうなんです。だけど凝っ
って気持ち悪いんでやっちゃうっていう。よし、じゃあ針取っていきましょうか。おお、長い、すっげえ長い。大丈夫ですか？ちょっと痛かった、ね、本当はもうちょっと早く抜くんですけど、ね、ちょっと演出用に左手の針だけ残してますね、はい、左手だけ残すのは理由があるんですか？あそこだけかなり腰に有効なんですよね。あそこだけちょっと残して腰の動きを見ていきます、ね、なるほど。お、いいんじゃないですか。ちょっと楽です。うん、二階堂さんと同じなんですけど、ちょっとね、足が外側にねじれてるんですよね。あらま、下半身が安定感が悪くなると腰に負担がかかって痛みが出てくるので。足首はどうなんですか？なんかピンピンですけど。うん、硬いですただフラちゃんのとはちょっと違うんですよね、うん、右足をですね、はい、足首をぐーっとこうつま先を伸ばすような形で力入れていってください。はい、はい、行きましょう。はい、ぐーっと入れて、はい、力抜いて、はい、もう一度、はい、ぐーっと入れて、はい、力抜いて、はい、もう一度、ぐーっと、はい、力抜きます。はい、ぐーっと、はい、力抜きます。はい、ぐーっと、はい、力抜いて、はい、OK です。これでもだいぶ柔らかくはなってはいくので、ちょっと足全体を、ね、軽く矯正します。こういうのが不思議なんですよね。力入れるわけでもなく、うん、なんかこうちょっとこう動かしていくだけで関節の遊びを作ってあげるというか、うん、あ、詰まってるの。そうです、余裕がないんですよね、関節に引っ張られすぎて。なるほど。でするとどんどん疲労が溜まりやすくなっていって、結果硬くなっちゃうので。松尾田道中記、左まだなんでしょ。左まだピンピンですもんね。あ、ちょ、フラちゃんピンピン、フラちゃん以来のピンピン。でも怒ってることはフラちゃんとは違うんですね。ちょっと違うんですよね、フラちゃんとは。フラちゃんの場合筋力の低下なんですよ。ああ、ね、使ってなさすぎるのと、そもそも出力が弱すぎるっていうのがあるんですけど、まんじゅくさんの場合単純に硬いんですよね。あ、なるほど。なるほど、固まってしまってる。そうですね、完全に固まってるだけなので、まだ改善の余地は十分高いですよ。よかったですね。よかったです。針も取ります、ね、はい。松尾田道中記、一回、はい、起き上がってみましょうか。お、腰も全然違います。やばりやすいですね、はい、もう一回右手です。おお分からなかった全然ない、うん、ゼロですよ。はい。おお。今度左向きます。すごい。おお。左どうです？ちょっと残ります。ちょっと残ります。ああ。やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだね。あ、でも見ない。まあ見ちゃいます、ね。見ちゃいます。どうにそんな感じ。おかしいんだ、あの長さがこの中に入っとんやよね。すごくない？もう一回左行っていいですか？あ今痛みどうですか？ないです、ないです、腰が本当楽です。腰楽です、はい。で腰右にこう、おお、おお、おお。左がやっぱまだちょっとここがあれですね、うん、残る感じはあるんですけど、右だいぶ楽じゃないですか？楽です、すげえ、うん。一箇所やたら硬いところがあるんです、ね、なんですかね、まあ、多分癒着が強すぎるんじゃないかなと思います。あ、背骨ってこう何個も何個もあるんですけど、これが全部動くところが多分ここ一箇所だけ多分年単位とかでずっと動いてないせいでも完全に固まっちゃって。あ、なるほど。予測ですけどね、結構な年数動いてない可能性があると、おそらく年代物が、うわなるほど。じゃあそこ通ればもうダントツで体変わる感じですよね。だいぶ楽になると思います。でもここやっぱ1回だと針ここに入れてもいいんですけど、だいぶきついので今日はこれぐらいで1回じゃ立ってみましょうか、はい、体を動くとか腰回り少し動かしてみてください。あ、
あ、でも全然痛くないです。最初に大蔵さんがびっくりしよる。びっくりしよる。あ、そうっすか。いいと思います。ひどかったんですよ。とりあえず今日は以上になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、松尾田道中記。今日松尾田コースだったんでね、松尾田コースプラスアルファなんですね、今日の。そうですね、今日は松尾田コースにオプションで全身の針治療も。あ、なるほどなるほど。通常松尾田コースは1万4000円のところが6880円、ね、初回、はい、そうですね、2回目以降1万円で最高です、はい、お安いございます。おかげさまで本当もう福岡県外からも、はい、東京とか、はい、大阪から、うん、わざわざ松尾田コースに来ました。素晴らしい。ありがたいことです。ありがたいです、本当僕も嬉しいですね。説明欄に貼っときますんで、ぜひ来てください。ちょっとなんかみつるさんばっかになってるんで、みつるさん。あ、ちょっと大丈夫な感じですか。目の浜はまだまだちょっと余裕がある。天神はもうほぼ年内は無理です。なるほどなるほど、まあ、ただもう好きな時間は選ぶほどはないですね、さすがに。空いてるとこに来れるかどうか。はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。目の浜と天神でリオバリと水玉を体の悩みにさえならあなたの知らないあなたに会えるいい位置にいかんな。来てください。こっちの方が痛いですか。ここがひどいですね。多分左のジョイコン触りすぎ。あ、なるほど、まあ、ジョイコンの方が動きは多いでしょう、ね、そうですね。キーボードだね。あ、キーボードあってキーボードあってさらに上を置いてる。パソコンプレイですね、ゲーム。そうです。なるほど。パソコンとスイッチしか。